おお、引く引く引く。おお、引く引く引く。おお、でけえ。でけえ。はい、今日の釣果です。毒魚、カマスです。ゴンズイ、これね、めちゃくちゃでかいっす。20センチ近くある。ゴンズイはね、こんなに持って帰ってきました。みんなでね、分けましたけれども。ナマズみたいですよね。で、ここにね、毒のトゲがあるのと、このヒレにもあるのはもう全部ねカットしてきました。こんな感じ、結構可愛い顔してますよね。食べたことないと思うんで今日はね食べてみたいと思います。でこれアイゴ、通称バリ。これもバリもね背びれ、それからこの胸びれっていうんですかね、ここにも毒針があったのは全部カットしてきてます。さあさばいていこう。まずはね、それぞれお腹を開いて腹綿を出してきれいにしたいと思います。はい、ゴンズイはねお腹を裂いて釜までね包丁を入れてエラまで取りました。こういう感じにやっていきます。でカマスもね同じようにお腹を裂いて釜までね包丁を入れてエラまで取ってます。バリは頭を落として同じようにお腹を出して血合いを掃除してます。こういう風にしていきます。お腹裂くときはねハサミでねやるといいです。チョキチョキチョキとね、この肛門のところから顎の下までで腹綿とエラと全部取ります。で内臓の中でもね肝が入ってたので肝だけ取り出してます。はい、ゴンズイのねこのヌルと臭みが気になる人はこうやって塩をね入れて、これね素手でいくとねやばいんで、トゲがね、もうね、カットしてあるとはいえ、残ってるかもしれないんで、こういう、箸でね、この塩を、まんべんなく、体に塗っていきます。で、水洗いする。ゴンズイはね、今日は煮付けと、それから、天ぷら、それから、味噌汁を作りたいと思います。うまい。醤油、お酒、みりん、それからお砂糖と生姜です。はい、かわいいですよね、アイゴ。これ釣れたんで、これもちゃんと食べますよ。もうね、大名でね、ズバッと。アイゴってね、ちょっと匂う魚なんですけどね、ちゃんと処理してあげれば普通に美味しいので、いつものように。アイゴはね、動画の中でもご紹介しましたけれども、毒があるんでね、ここね、このヒレのところ。あと毒魚っていうのは、やっぱりこの胸びれとかね、腹びれとかね、背びれね、そういうところには等しくねトゲがあったりするんで、それは釣り場で切ってね刺されないようにして持ち帰ってきます。はい、カマスです。今日はね大名おろしでさばいていきます。この釜の付け根からね包丁入れましょう。背骨の上を通して大名おろしで、もうこういうのはね、最後全部骨せんべいにしてみたいと思います、今日はね。じゃあまず釜を落とします。皮をね、炙って食いたいと思います。こっち側のね、反対側の柵は皮を引いていきます。
ょっと残ったな。はいはい、ゴンズイです。こっちめちゃくちゃでかい。このサイズがね、結構釣れてました。これ大きいですよ、20センチ超えてるこれね。で、小さい方、これぐらいのやつはね、天ぷらとかにしてみたいと思います。この辺でね、もう落としていきます、ズバッとね。頭もね、とろっとしてうまいので、煮付けとかにね、入れていきます。捨てないで。まずね、ここ硬いんですよね、このヒレのところ。ここカットします。両サイドについてるんで、こういう感じ。基本的にあんまり骨なくてね、真ん中にね、太い背骨走ってるんですけど、それ以外はね、結構ふにゃふにゃ系です。アナゴみたいっていうかね、ふにゃふにゃしてる。で、腹開きでね、開いていきたいと思います。よいしょ、ほら、すごい綺麗な身。天ぷらとかにして絶対うまい。こういう感じでね、ビッビッとね。そうするとこんな感じになりますんで、ここのね、ここ下側からね、こう骨をすいていってあげます。こうやって、そうするとね、この太い骨がね、取れるんで、こういう感じで。で、最後は骨の下に包丁を入れていってあげる。そうすると腹開きの完成です。はい、この大きいやつもね、同じようにまず頭を落として、それからね、刺身っていうかね、なんていうのかな、寿司していこうかなと思います。アナゴみたいな感じでね、やってみるもよし、それからお刺身で普通にね、お寿司みたいにしてもよし。大名でいっちゃいましょう。ゴンズイとは思えないですよね、この身ね。もうこの身からはゴンズイは想像できませんっていう感じです。はい、それでね、腹骨とかね、ないんですよね。腹骨がなくて、ここのヒレのところがね、若干硬いんで、ここだけ落としてあげればいいですね。腹びれっていうのかな、お腹の下側についてるやつ、ここね、だけ落としてあげればいいです。でも、こうやってみたらもうアナゴでしょね、アナゴ。釜の下のあたりに骨があるんですよね、ここ。ここだけね、ピンセットで取っといてあげます。これこれね、握りにしても、例えば天ぷらにしても、口当たりが良くなるので。はい、取れました。はい、皮を引いていきます。ここね、包丁の背を使ってぐーっと、こんな感じでしょう。これはまた煮付け。すごいね、ゴンズイの刺身です。キラキラしてて柔らかい身です。はい、仕込みができました。カマスの炙り用、カマスのお刺身でゴンズイ、ゴンズイ。これはね、アナゴ風の一本焼きにしてみたいと思います。これがゴンズイの刺身で、これがアイゴバリです。ゴンズイのね、一本握りをしていきたいと思うので、一回湯引きます。はい、煮付けでね、使ったこのタレを使って煮ゴンズイ。身がね、崩れないように弱火で5分10分炊きました。まあ、その時の加減でいいと思います。大きさとかね、身がとにかくね、崩れないようにふわっと炊くことが大事。え、そしたらこれをね、バーナーで炙ります。表面に焼き目をつける。
はい、余ったね、このタレをね、煮詰めてタレの詰めを作っていきます。日清さんのコツのいらない天ぷら粉揚げ上手。これね、量がね、分量が大体書いてあるんで、わからない人は測ってやってもいいです。本出汁を少し入れました。はい、丸のままゴンズ入れます。腹割って出したやつね、頭もそのまんま。骨もね、全部入れます。骨類、できました。毒魚三昧ということで、早速ね、食べていきたいと思います。皆さん、ゴンズイね、釣ったら注意なんですけど、食べるのもすごく美味しいので、捨てるのも注意です。はい、じゃあ早速ね、今日は天ぷらからいってみたいと思います。美味しそうですよね。もうまさにね、もう見ていただいた通り、アナゴですよ。アナゴ、なんかアナゴとかウナギって血液毒がね、あったりするんですけど、ゴンズについて調べてもね、血液毒分かんなかったんですけど、一応ね、加熱した方がいいと思います。ふわふわ、いただきます。うんうん、ふわとろ、うまいっすわ。うん、これはうまいな。白身の女王様。なんか魚もね、食べててオスっぽい肉とね、メスっぽいなんかこう感じがするんですけど、なんか女性的な身ですよね。美味しい。じゃあ続いて味噌汁をね、一口ね、飲みたいと思います。うん、いいお出汁が出てる。で、頭もね、これうまいんすよ。うん、とろっとろ。うん、身もね、あ、身もとろける。うん、煮崩れしやすいんで、大事にね、料理しなきゃいけないんですけれども、すごくね、とろけますね、ゴンズ。これ買ってでも食べたいわ。はい、続いて煮つけいきたいと思います。煮つけね、これ肝もね、うまいですよ。肝からいってみましょう。うん、うまい、めっちゃくちゃうまい。身はね、非常にね、ほろっとしてるんですよね。うわぁ、この大きさのゴンズイだと、もう完全にね、白身魚ですね。カレー、煮付けにした感じはね、カレーとかそんな感じします。うん、これね、顔もうまいですよ、絶対うまい。頬肉とかね、目ん玉、うまい。釜とかもね、絶対うまいと思う。うまい。うん、これ絶品です、マジで。なんか食べない魚をね、無理して美味しく食べたっていうよりは、もう普通の魚よりもうまい。うん、料理が上手だからとかそんなんじゃなくて、僕料理そんな上手じゃないけど、この魚のポテンシャルめちゃくちゃ高いですね。うん、どんこって言いますけども、どんことかよりもね、身がしっかりしてるしね、うまいですね。やっぱりアナゴに近いですね。うん、下手すりゃアナゴよりもそのとろとろとろ感があるから、いい部分同士をね、うん、持ち合わせてる魚ですね。では続いて、今日ね、生でね、食べてみようかなと思って、これゴンズイのお寿司。ゴンズイの寿司とか食べたことある人いないと思いますけどね。
いただきます。ちょっとねわさびを少しいただきます。手でね、江戸前風ポン酢でお寿司。うん、バリクソうまいっす。あのね、歯ごたえがね、それなりにある。で、タイでもなく、ヒラメでもなくね、うん、タラでもなく、ゴンズイですこれはうまい、これうまいっすね。続いて、余韻に浸る間もなく、カマス。カマスのお刺身見てみます。富浦信仰ね、カマス今入ってますよね。うん、鉄板、鉄板のうまさ。それからアイゴ、アイゴの握り、やっぱりね、これも毒魚です。今日は毒魚シリーズですよね。うん、個体が小さかったからね、あっさりしてますけれども、普通にうまいですね。で、カマスの炙り、いってみましょう。カマスはね、とにかく皮がうまいんですよね。うん、これうまい。ハヤトチャンネルカマス、これで3回目です、やったの。カマスも結構やってますけどね、うまい。じゃあ、締めのいっちゃいましょうか。これ、気になってるね、これゴンズイの。で、このゴンズイとね、僕アイゴは刺されたことないんですけど、ゴンズイ刺された方、ツイッターで聞いたところね、エルグランドに引かれた時ね、車に引かれた時よりも痛いし、尿道結石よりも痛いということでね、ゴンズイ相当痛いと思います。で、ハオコゼにね、刺された僕の知り合いの人も、肋骨が折れるより痛いって言ってたんで、やっぱり毒はね、反則なんだと思います。皆さんね、釣って気をつけて処理をして、それから美味しくいただいてみてはいかがでしょうか、ということで、今回も大成功でした。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ハルチャンネル。